www.vionews.com、えーえー、漢字の NHK の吉武です、えー。よろしくお願いします。 まず本日の会見時間なんですが、いつも通り45分を予定しています。で最大60分とさせていただければと思います。で,できる限り多くの方に質問いた,だきいただくために、質問の数を絞ったり、内容もできる限り簡潔にするといったご協力をお願いできればと思います。でまた、司会者から指名された際には、どの席から発言しているかが分かるように、挙手をしたまま、社名と氏名を。 述べた上で質問をいただくなどご配慮をお願いします。では始めさせていただきます。えー、上田先生あの本日のですね決定会合の内容についてご説明をお願いいたします。はい。えっと今日の決定会合ですけれども、賃金と物価の好循環をか確認し、先行き展望レポートの見通し期間終盤にかけて。 2%の物価安定の目標が持続的、安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断しました。こうしたもとで、これまでのイールドカーブコントロール、およびマイナス金利政策といった大規模な金融緩和政策緩和は、その役割を果たしたと考えています。 また、マネタリベースの残高に関するオーバーシュート型コミットメントについても、その要件を充足したものと判断しました。日本銀行は引き続き2、2%の物価安定の目標の下で、その持続的安定的な実現という観点から、短期金利の操作を主たる政策手段として、経済物価金融情勢に応じて適切に金融政策を運営します。 現時点の経済見通し、経済・物価見通しを前提にしますと、当面緩和的な金融環境が継続すると考えています。次に、今日の決定内容について具体的に申し上げますと、金融市場調節方針について、政策金利を無担保コールレートをイトないと,ものとした上で、 それをゼロから0.1%程度で推移するよう促すことを決定しました。また、この方針を実現するため、所要準備額相当部分を除く日本銀行当座預金に0.1%の不利金利を適用することとしました。新たな金融市場調節方針および不利金利は、翌営業日3月21日から適用します。 長期国債の買い入れについては、これまでとおおむね同程度の金額で継続することとしました。足元の長期国債の月間買い入れ額は6兆円程度となっていますが、実際の買い入れは従来同様、ある程度の幅を持って予定額を示すこととし、市場の動向や国債需給などを踏まえて実施していきます。なお、長期金利、 が急激に上昇する場合には、毎月の買い入れ予定額にかかわらず、機動的に買い入れ額の増額や、差し値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施することとします。長期国債以外の資産の買い入れについては、ETF 及び J リートの新規の買い入れを終了するほか、CP 社債等については、買い入れ額を段階的に減額し、 1>, 1年後目メドに買い入れを終了します貸出,貸出増加支援資金供給、被災地金融機関支援オペ、気候変動対応オペについては今後は貸付利率を0.1%貸付期間を1年として実施することとします貸出増加支援資金供給については貸出増加額と同額までの 資金供給が受けられる仕組みとしましまたなお、中村委員は、主として、大企業に関係する ETF 買い入れ等の終了には賛成であるが、マイナス金利政策は、業績回復が遅れている中小企業の賃上げ余力が高まる改善性を確認するまで、継続すべきとして、金融市場調節方針と、 国債の買い入れ方針に、それから野口委員は、賃金と物価の好循環の強まりを慎重に見極めるとともに、金融環境に不連続な変化をもたらすリスクを避ける観点から、長短金利操作とマイナス金利政策の同時撤廃を避けるべきとして、金融市場調節方針にそれぞれ反対されました。 次に今回の金融政策の枠組みの見直しの背景にある経済物価情勢について説明します。我が国の景気は一部に弱めの動きも見られますが、緩やかに回復しています。賃金をめぐる環境を整理しますと、企業収益は改善を続けており、労働需給は引き締まっています。こうしたもと 本年の新規労使交渉では、現時点の結果を見ますと、昨年に続き、しっかりとした賃上げが実現する可能性は高く、本支店における企業からのヒアリング情報でも、幅広い企業で賃上げの動きが続いていることが伺われます。物価面では、気温の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響は減衰してきていますが、 これまでの緩やかな賃金上昇も受けて、サービス価格の緩やかな上昇が続いています。このように、最近のデータやヒアリング情報からは、賃金と物価の好循環の強まりが確認されてきており、先行き、見通し期間終盤にかけて、物価安定の目標が持続的、安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断しました。以上です。 はい、えー、ありがとうございました。えー、関係者から、えー、質問2問させていただきます。一つずつお答えいただければと思うんですが、まず1点目が、その、上田先生はあの、就任1年目でですね、今回の、えー、大きな政策転換を決定したことになりますが、あの、まあ、この間その、日本経済はその物価上昇が続いて、あの、実質賃金は今も、えー、マイナスが続いています。その、なぜですね、このタイミングで、 政策転換を決断したのか、教えていいただけないでしょうか、はいえー、いやや先ほどの,あの回答と重なる部分がありますが、えー、今日の決定会合では、最近の経済、物価、金融情勢、特に賃金と物価の動向をしっかりと点検しました。その上で 春季労使交渉の現時点の結果も含め、最近のデータやヒアリング情報から、賃金と物価の好循環の強まりが確認されてきており、先行き展望レポートの見通し期間終盤にかけて2、2%の物価目標、物価安定の目標が持続的、安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断し、 はい、金丸君、かの見直しを決定したところでございます。はい、えー、じゃもう一つ、えー、お願いします。まあ、あの今回の政策変更でですね、あの住宅ローンですとかその貸し出し金利のまあ変化上昇というのも見込まれて、その金利のある世界がやってくることになります。あの消費者やその事業者、並びにその日本経済全体にですね。 あ全体の影響というのはどのように見通しているか、ご説明くださいえと貸出金利、あるいは預金金利は、今回の政策変更を受けて、まあ、市場金利が多少変化しますが、その動向を踏まえて、各金融機関の判断において設定されることになると思います。も,っともあの今回の政策変更に 伴う、えー、短期金利の上昇は0.1%程度にとどまりますますた、えー、先ほど申し上げましたように、これまでと同程度の国債買い入れを、えー、継続し、さらに長期金利が急激に上昇する場合は、機動的に買い入れオペの増額等を実施する方針です。このため、えー、今回の措置を受けて、預金金利や貸し出し金利が大幅に上昇するとは見ておりません。 先行きについても、現時点の経済物価見通しを前提にしますと、当面、緩和的な金融環境,が継続環境は継続すると考えておりますので、おりますでこうした緩和的な金融環境が、経済物価をしっかりと支える方向で作用すると見ております、はい、ありがとうございました。幹事からは以上になりまますす各社さんお願いします 朝日新聞の津坂さんお願いします。あ、あの朝日新聞の津坂と申します。総裁二問お願いいたします。とりあえずまず日銀のですね、今後見通しが崩れた時にですね、えっ、ー、と YCC など今回やめることを決めたですね、金融緩和策を復活させるお考えはあるのでしょうか。えー、その理由ともにお聞かせください。えっ、ー、ともう一つはですね、えっ、ー、とまあ今総裁当面きん緩和的な状況環境は続くというお話でしたけれども。 今後の利上げの進め方について、現時点で何かイメージをお持ちでしょうか、お聞かせいいただければと思います、はい、あの見通しが大きくした方向につれて、何か追加的な緩和手段がそこから必要になるというような場合には、あのこれまで使用したさまざまな手段も含めて、幅広く検討したいというふうには考えております。それからあの 今後の、えー、と金利の見通しということでしょうか、後半は。これはあの、えー、と最初に申し上げましたように、えーと、今後の主たる政策手段は短期金利になるというふうに、えー、金融政策を運営していきます。で、その短期金利の設定の仕方ですけれども、これは、あの おま細かな言い方で恐縮ですが、普通のあの単金利を政策手段にしている、他の中央銀行と同じように設定していくということになるかと思います。従って、えー、物価経済見通しに、えー、従って、えー、適切な政策金利水準を選んでいくということになると思います。ただし、その際に、えー、っと、現状、あのー、 物価2%の物価の持続的安定的な実現が見通せる状況に至ったと申し上げましたけれども例えばあの予想物価上昇率というような観点から見てみますとまだ2%には多少距離があるということですのでそのギャップに着目しますと先ほどの普通の金融政策を 行う上でも緩和的な環境を維持するということが大事だという点は留意しつつ、えー、普通の金融政策を行っていくということになるかと思います。日本経済新聞の野沢さんお願いします。日経新聞の野沢と申します。よろしくお願いいたします。質問は二点ございまして、一点目がですね、あの今回の会合では。 マイナス金利政策といった大規模緩和の主要な政策が終了しています。ETF といったリスク資産の買い入れも終わってです、ね、まあ、決定文を読みますと、超短金利操作付き量的質的金融緩和の枠組みが役割を果たしたと記載されています。あの異次元緩和が、まあ、事実上ですね、まあ、終了したといった見方もあるわけなんですけれども、この新たな金融政策の枠組みに、 まあ名称をつけるのであれば、まあ、総裁はどのようにお考えでしょうか。2点目なんですけれども、えーまあ、今回 YCC がまあ撤廃されまして、まあ、これまで長期金利で1%としていたまあ上限の目処もなくなりました。このまあ新たな枠組みでですね、まあ、長期金利が急激に上昇した場合は、まあ、機動的に差し値オペを打っていくといったことになっているわけなんですけれども、 これはですね、まあ、金利水準が緩やかに上昇していく場合には、こういった対応を取らずに、まあ、許容していくといったお考えなんでしょうか。はいえー、と1点目ですけれども、えー、と今日からといいますか、明後日から始まる、えー、と金融調節、金融政策枠組みについて、名前をつけるかというご質問だと思いますが。 特にあの名前は考えておりません。先ほど申し上げましたように、短期金利を主たる政策手段とする、普通の金融調節になるということだと思います。それから、えっと、長期金利ですけれども、これはあの国際会では、当面、これまでと同程度の額で継続いたしますが、 その上で、金利水準は市場が決めるものというふうに考えております。ただし、ご質問にもありましたように、長期金利が急激に上昇する場合は、機動的なオペを打つということは、バックストップとしてあの担保しておきたいということでございまし事実維の宮城さん、お願いします。 あああすすすまませんあこちらです g 通信で g のの宮、まあ、市場はですねあの今回、マイナス金利解除して、この短期金利の利上げパスについて非常に注目が集まっておりますけども、まあ、先ほど、体インフレはまだ2%から距離あるとかいう話で、一方で、今後、短期金利については、他の中央銀行と同じように設定していくということですけども。あの こ一方で緩やかな、緩和的な環境が続くということですけれども、これは過去ですね、FED とか ECB が連続利上げしたようなパスではないということでしょうか、また、経済物価情勢によっては、半年に1回とか、もしくは3ヶ月に1回の利上げというのは考えられることになるんでしょうかというのと、あと彫刻の改善についてですけれども、 あの当面は6兆円の買い出を続けるということですけれども、今後、そのバランスチートの縮小という意味では、えー、この彫刻の買い入れ額の、えー、縮小というのも検討に入っていくのでしょうか、これ2点お願いします、はいえー、と短期金利が上がるとして、その場合の,あのペースという点ですけれども、これはあの繰り返しになりますが、えー、と経済物価見通し次第 であるるととといいうことになるかと思いますでただし申し上げましたように、えー、現在、手元にあります見通しを前提にしますと、えー、と急激な上昇というような経路は、えー、避けられるというふうに見ております。それから、えー、バランシートのサイズに関連しまし大きさに関連しまして、彫刻会例の、えー 金額ですけれども現状あの,の金額をしばらく維持するということですが、将来はどうかというご質問だと思いますが、えー、前々から申し上げておりますように、大規模緩和終了後はバランスシート縮小を視野に入れていくというつもりでおりますので、えー、将来のどこかの時点で買い入れ額を、えー 減らしていく、いうことも、考えたいと思いますが。今具体的にそれについて、申し上げられる段階ではございません。はい、ロイター通信の木原さんお願いします。ロイター通信の木原です。こちら、お願いします。二点お願いしたいんですけれども。あの今後の、金、短期金利の引き上げの、まあペースとは経済物価情勢次第だとは思うんですけれども。 これはその2%の持続的安定的達成の角度がさらに高まったらやるということなのか、ちょっとまた違うその辺の,あの政策反応関数になっていくのか、あのどういう条件が揃えばあの次の引き上げに動けるのかについて教えてください。2点目はあの大量の日銀は国債を保有しているために、あのそのストック効果による緩和もあ,のあると思うんですけれども、 そうしたストック効果による緩和も加味した上でえで、ー、緩和的な環境を維持するということなのかそうであればあの短期金利の引き上げというのは今のような実質金利が相当低い中においては相当速やかに実施する余地があるのではかと思うんですけれどもその日銀の保有しているあの大量の国債保有のストック効果をどう考えるのかについてお願いします。はい、えーと 経済物価情勢に応じて金利を上げていくということはどういう意味かというご質問だと思いますが、えー、とおっしゃるようにあの2%の目標の持続的安定的実現の確率という観点で申し上げればいつも申し,上げました申し上げてきましたようにまだ100%ではないわけですけれども えとだんだん上昇してきて、えー、1月の決定会合から今回に至る間も上昇して、えー、で、えー、上昇した結果、あのー、大規模緩和の解除に必要なある種の域地を超えたということで、えー、今回の判断になったということでございますでもちろんそれがさらに上昇するということになれば、えー、見通しが変わったということで 言い方になるかと思いますが、また別の言い方をするとすれば、基調的物価上昇率がもう少し上昇すれば、それはまた短期金利の水準の引き上げにつながるということになるかと思います。それから、国債を私ども大量に保有していることのストック効果をどう考えるかということが、後半のご質問だったと思いますが。 これはもちろん、あの、我々も申し上げてきましたように、ストック効果というものが、えー、定量的に何パーセントかというのは難しいですけれども、無視できない、えー、と影響を長期金に及ぼしていて、えー、たくさん持っているということですので、緩和方向の力が働いているということだと思います。えっ、ー、と、これは認識しつつ、えー、しかし、海、え、洋、ー、ペイ、 や残高の調整を、能動的な金融政策、金融調節手段としては用いず、えー、主たる調節手段としては短期金利の、えー、調節をもって行うというのが今後の考え方でございます日銀の多田さん、お願いしますあすみません、日銀の多田です、よろしくお願いします。 えっと、金融政策のその正常化に踏み出したということで、まあ、今後のあの政策運営に対する考え方について伺いたいと思います。えっ、ー、と、これまであの日銀の利上げ後のあのスタンスについてあの当面緩和的な環境を継続するですとか、あとあのどんどん利上げはしないといった発信が目立ちます。 まあその理由はまあ経済ですとか物価のトレンドっていうのがあると思うんですけどそれに加えて金融システムですとか金融機関経営にを考慮にえー入れてそういう認識をまあおっしゃってるのかあとまああの現在の,この見通し通りに経済物価の情勢が進展した場合ま中長期的には あの、現状、あの、帰りがあるんですけど、あの、いわゆるあの、テイラールールが指し示す、おおよその水準まで、その短期の政策金利を引き上げる考えがあるのか、少しちょっと長い目線での、あの、適切な政策金利に対する認識を教えていただければと思います。あ、あとちょっと追加ですいません。あの、今回の政策判断について、あの、先週公表されました、あの、春闘の連合、 であの一次集計の結果、かなり高かったですけれども、判断にどのような影響があったか、教えていただければと思います、はいえー、と金融システムに対する配慮がどれくらい背後にあるかというご質問だと思うんですけれども、まあ、あの金融システムだけに限らず、経済全体が、えー、長い間、えー 20数年ですかね、のゼロ金利ないし、その周辺の超低金利にえずっと使っていた状況ですので、これからあの急激に金利が上がるという事態になりますと、どういうあの予期せぬあの混乱が起きる、起きないとも限らないという点は、 え、意識しております。具体的にどこに何が起こるということを今考えているわけではないわけですが、そういう意味では、あの、今回、えっ、ー、と、仮に今後利上げに至るにしても、ゆっくりと進めていけるという局面に至ったことは適切かなというふうに思っております。それから利上げを含めて短期金利の経路を考える際に今後、 えー、例えばテーラールールのようなものはどう考えるかというご質問だったと思いますが、えー、とテーラールールは常にあの我々金融政策を決めるもの,の頭に、えー、あると言っていいかと思いますただしその数理的な話になった恐縮ですが、えー、その式の中に入れるべき え変数の水準とか式、えー、の中に出てくるパラメーターの値とか、えー、その置き方によって出てくる金利水準は非常にあの様々でありましてかなり幅のあるものになりますしたがって、えー、っと考え方の整理として非常に貴重なものだとは認識していますがそれを1個盲目的なんか計算してそれを盲目的に 追求しつ,つ政策を決めていくというやり方にはならないかと思います。あとはあの今回の純、えー、期労使交渉の第1回の回答が、えー、と今回の決定に与えた影響という点ですけれどもそれはあのやはり、えー、と私は含めて予告してまいりましたように、えー 春等での賃金の、えー、打結状況は重要な判断ポイントの一つであるということでしたので実際その通り判断の大きな材料にさせていただきました。プルンバーグ通信の伊藤さんお願いします。こちらです。あ、プルンバーグ伊藤です。よろしくお願いします。あの今後の利上げでちょっと確認させていただきたいんですけれども、先ほどの基調的な物価上昇率もですね上昇した場合と。 そういうことは挙げられましたけれどもあの、今後、店舗リポートで示した物価見通しが上振れる、あるいは上振れる可能性が高まる場合というのも、これも追加利上げの判断材料という,いうことになりえるのかどうか、総裁のご釈見をお願いします。もう1点なんですがあの、当面は緩和的な金融環境を続けるということですけれども、その期間は物価目標の達成まで緩和的な金融環境を続けるという理解でよろしいのか、えー、またあの、何をもって緩和的な金融環境というか、 いうことなんですが今後、中立金利とか実質金利とかですね、そういうことを示して緩和環境を担保していく必要性について、総裁どのようにお考えでしょうか、以上お願いします、はいえー、っと1点目ですが、大まかには、えー、おっしゃいましたように、物価見通しがはっきりと上振れるとか、あるいはあの中心見通しがそれほど動かないまでも、上振れリスクが高まるとか。 そういうことは政策変更の理由になるかと思います。えー、っとすみません二点目はちょっとあれでした。さ点目のはい緩和的な環境を維持というのはどういう意味か。え目標達成まで。 維持されるということでいいのか、あと、中立金利とか実質金利等を示す必要性についてどうお考えかということですこれは理屈上は、基調的な物価上昇率が今、まだ2には達していないというふうに考えてますが、それは2を下回っている間は、えー、広い日では緩和的な金融関係は続くということだと思いますが、その程度は、基調的な物価が上昇していけば、だんだん、あの 緩和の程度は縮そして、えー、っとその金融環境が緩和的だということをもう少し、えー、解析的な表現で、えー、示せないのかということだと思いますけれども、えー、っとこれもあのテーラールールに似た話になってしまいますが。 そういう次元の言葉で申し上げれば、えー、現実の金利が中立金利よりも低い状態というのが緩和的な、えー、金融環境、金利について言えばですね、ということになるかと思います。ただし、あのそこで一旦切りましょうか、あのと、あの中立金利は何パーセントだという質問になってしまうかと思いますが、ちょっと一旦 そこで切らせていただきます。<laughs> マーケットニュースの井上さんお願いします。すみませんです。マーケットニュースの井上と申します。先ほど言われてた、えー、とその VCC をその廃止したことによって金利形成を市場に任すということですけれども、前回のあのステートメントでは上限がその上級金利1パーセントメドという形で言われたかと思うんですけど、今回はそれを あえててくししその市場に任すんでしょうけども先ほど言われてた急激なものに対しては対応するとで急激でないえなんていうあの経済物価を反映した緩やかな金利上昇ということであれば容認されるかと思うんですけどその上限のめどがないとその金融市場局の裁量があのどの程度の。 水ので、そのオペレーションするかしないかとか、そこがちょっとなんか判断できないんですけれども、それはあの内部ではその上限みたいなものは、ボードから金融市場局には言う,いうようなこともあるんでしょうか、よろししくお願いいたしますえとそこは難しい問題だと思いますけれども、基本的な考え方としては、あの、えー、金融市場の市場の状況とか、えー、金利の実勢を見た上えで、えー 急激に上昇しすぎてると思えば、えー、機動的なオペを打つということだと思いますが、えー、その金利、えー、の自治性を、えー、見る際に、えーと、上限ここまでを超えたら、もう目をつぶって何かしなさいとか、あるいはそれをボードから市場局に伝えるとか、そういうことはあのしないつもりです。 ただし、えー、機動的なオペを実施した場合には、えー、市場局との間で情報交換をきちんとして、えー、適切であったかどうかのチェックは常に行うということになるかと思います。 TBS テレビの竹岡です。すいません。あの、先ほどのブルームワークさんの質問とも、まあ、かぶってくるんですけど、やはり、あの、緩和的な金融環境っていうのが何を意味しているかというところで、まあ、あの、国民からするとですね、やっぱり住宅ローン金利とか、まあ、非常に、あの、私生活に密着した、えっと、金利、あのた、のが短期金利だと思うんですけど、その動向を非常に気になっている方が多いと思います。といった中で、例えば、まあ、 ごめんなさい、えっと、これあえて聞くんですけども、例えばじゃあ、えっと、短期金利が0.75%の状態がそれが、えっと、緩和的な状環境だと言えるのか、はたまたこれ政策金利が1%の状態でもこれは緩和的といえる状況が存在し得るのか、ちょっと分かりやすくあの解説していただけると思います。はいえーと ある特定の金利水準が緩和的かどうかというのは、ちょっとさっきの話の続きになってしまいますが、その時中立金利がどれくらいかということに依存して変わるんだと思います。では、中立金利は何かといえば、えー、と名目の中立金利で申し上げれば、予想物価上昇率と、えー、実質の中立金利の足し算になるかと思います。 でえー、とそこから先があのはっきりしなくなってしまいますが、じゃあ実質の中立金利は何かと言われますと、これはあの、えー、と中央銀行の総裁、よく国際的に集まりますが、みんな2時間、3時間話をしても、なかなか答えが出ないというか、幅のある範囲でしか、えー、決まらないというくらい、なかなかあの特定しにくいものです。それから 予想物価上昇率については、えっ、ー、と、まあ、例えば10年くらい、5年から10年の、えー、と、期間でということですと、おそらく1から1.5%の間のどこかにあるということだと思いますけれども、これは、あの、えー、っと、長期的に2%が持続的安定的に実現されるところでは2%に向けて、 というか2%パーセトになってないといけないということですから、この先動いていく余地があるということで、えー、っと、名目の中立金利の水準は、あの、動いて、えー、いくだろうし、現状、厳密に特定もなかなかしにくいという、ちょっと情けない状態で申し訳ないですけれども、その上でさらに申し上げれば、えー、っと、 現在、あの、この政策変更の後でも、コールレートをオーバーナイトもので言えば、0.1ないし0.1をちょっと下回る水準の名目金利水準になる。で、予想物価上昇率は、まあ1は超えているであろうとしますと、引き算しますと、その意味での実質金利は、かなり大きなマイナスになっているということだと思います。従って、あの、 実質の中立金利が非常に大きくマイナスでない限り、えー、現在の実質金利は中立水準の実質金利をかなり下回っている。そういう意味で現状でははっきりと,、えー、と金融緩和的な環境にあるということは言えると思います。 ありがとうございますすみません、もう一問あの、ちょっと質問の性質が変わってくるんですけれども、今回、えーと、政策の変更に踏み,、えー、と踏み切られた、そこの、えー、と判断の中で、中小企業の賃上げとか価格転嫁、まあ、ヒアリング情報、まあ、定量データもあると思うんですけどヒアリング情報などもあの加味されたということですが、具体的にどういった、えー、と情報をもとに判断されたのか、教えていただけますでしょうか。はい、えー、と特に私どもで、えー、今回 実施したヒアリングとしましては、本支店日記金の本支店にお願いしまして、コンタクト先、短管の中堅中小よりもさらに小さい先も含めて、ヒアリングを実施しております。で幅広い先からあの、まあえーと、ヒアリング先の半分以上のところから、賃上げの計画があるという。 回答を得たということも一つの情報になっております。まあ、追加的に申し上げれば、えー、特に小規模の企業、まあ、なかなか賃金上げていくの大変なところも多いというところは認識しておりますけれども、小規模企業は全体あるいは大企業がどういう賃金設定をしていくかということを見つつ、自分たちの賃金設定も決めていくという傾向がありますので、 その点も加味して、えー、今後の中小企業の賃金の動向を予想したという面がありますテレビ東京応援さん、お願いします。<laughs> テレビ東京の大江と申しますよろしくお願いいたしますあの中小企業について先ほども質問がありましたけれども今回の決定に対してですねあの中村委員が反対をしていらっしゃいます業績回復が遅れている中小企業の賃上げ余力が高まる改善性を確認するまで継続すべきだという理由で反対をなさっているわけですがここはもう確認できたという認識だということなんでしょうかそれが1点ですそしてもう1点なんですが 今回はあの日銀の決定の後にアメリカの FOMC の結果が出てきます。アメリカではインフレがかなり粘着的だということもありまして利下げ、なかなか難しそうだという観測もあってあの今日,日銀が動いたにもかかわらず為替は円安方向になって150円台をつけているという状況です。こうううしした動きにについいいててははどうご覧になっているでしょうか、はいえーっと まず中小企業の特に賃金動向ですけれども、これについてあの、もちろん先ほど申し上げましたように、ある程度の情報は、えー、収集しましたし、それからこれまでの中小企業の行動パターンを見て、今後こうなりそうかという予想もしていますけれども、えー、と絶対あ,のある程度以上上がるという、えっ、ー、と、 なないいいしし根拠があってととうこでではからしもないですただし、えー、とここまでの大企業の、えー、賃金の動向出方を見ますと中小企業のところが多少そこからあの下に、えー、触れる少し弱いということがあったとしても全体としてはある程度の姿になるんではないかなということで今回の判断になったというふうに 申し上げられるかと思いますそれから、えーと、米国のインフレ率が順調には必ずしも低下していかないんではないかという懸念もあって、えー、私どもの政策変更にもかかわらず為替レートがやや円安に動いているということについてどう思うかというご質問だと思いますが、まあ、申し訳ありません。あの常日頃 同じですがあの為替の短期的な動きについてはコメントを差し控えたいと思いますただしそれがあの私どもの経済物価見通しに大きな影響を及ぼすいうことになってくればそれは当然、えー、政策金融政策としての対応を考えていくということになるかと思います。産経新聞長谷さんお願いします。 こちらです。えっ、ー、と産経新聞の永田と申します。うん、えっとあの私は一問を質問させてください。まああの一月の時点ではまああのまあこれまでマイナス金利とか YCC の政策をまあ維持した中でまあ二ヶ月後このまあ大きく全部政策変更をしたということですが、まああの先ほどの質問とかでもあったんですけど行き地だったりとかまあ重まあ春とか重要なポイントだったということなんですけど、まあ結局まあつまりところそのまあなぜ三月なのかのところなんですが。 やはりその春闘の賃上げがかなりあの前年を上回った、これがまああの最終的にその政策、かなり大きなウェイトを占めて、政策判断に至ったという理解でいいのか、逆にその賃金がなければその維持してた可能性もあるのか、その辺をちょっとお聞かせください、以上でし、はいえー、と新規労使交渉の,の第一回の集計が大きな要素になったということはおっしゃるとおりです。 ただ、それだけではなくて、えー、この間に出ました、まずあの物価についてですけれども、えー、サービス価格のところ、これもずっと注目してきているわけですが、えー、いろいろあの宿泊と、えー、上下の動きがある中でも、全般的にはあのしっかりとした動きを続けているということが確認できたという点、それから、えー、と経済、えー 需要動向ではあのまず、えー、消費について若干の弱さが見えるわけですけれどもこれもあの一方で、えー、消費者物価総合が落ち着いてきているということそれから、えー、賃金が、えー、としっかりとした動きになりそうであるあということから、えーと まあ今後、持ち直していくんではないかという予想ができること、さらに、あのー、消費者のマインドに関する指標も改善を続けてきております。加えて、あのー、先ごろ発表されました、第4四半期の GDP データで、設備投資、まあ、そのもとになった法人規法のデータで,、うん、ですが設備投資が、えー、情報に改定されたこと。 さらには設備投資の先行指標、建築着工とかに強い動きが確認できたこと、こういうことを総合して、1月から3月にかけてのわれわれのスタンスの変化につながったということでございます。 近く今立ちまして、今、まだ、質問ある方、ちょっと挙手をお願い,いします。ええと、まあ、時間も、限られておりますので、あの、ここから、あの、質問は一人あたり一問に絞っていただいて。内容も簡潔にお願いします。ええ、総裁にも、ご協力お願いできればと思います。では、よろしくお願いします。そしたら、東京新聞の白山さん、お願いします。 あの、東京新聞の白山です。よろしくお願いします。あの、先ほどまた中小企業の話になるんですけれども、あのまあ、今回の賃上げ、あのまあ、大企業の賃上げを主に。 あの判断根拠としたということでありながらさらにあの中小企業についてはまだ根拠十分でないというふうなご発言もありましたけれども今後についてはその中小企業これからあの価格交渉であったりとか賃金賃上げというのが進んでいくタイミングではあると思いますけど引き続きこの注視していかれるのかどうかあるいはそれ見ていた結果が今後の,その追加利上げの判断にどういうふうな影響を及ぼすかお考えをお聞かせください、はい。もちろんあの、えーと まだあの出てきている賃金のに関する情報ないし結果はごく経済の一部ですので、それがあのどれくらい今後広がっていくかというのは大変貴重な、えー、政策を決めるポイントになるかと思います。中小企業を含めて賃金がどれくらい今後上昇していくか、えー、さらにそれが結局はあのサービス価格を含めた物価の上昇の 程度を決める最大の要因の一つになっていきますので、き、えー、め細かくしっかりとモニターしていきたいというふうに考えております。毎日新聞加藤様、ご紹介します。毎日新聞の加藤と申します。今回の政策変更で金融市場調節方針を、えー、あの無担保コールレート 0.0か0.1%程度で推移するようにというふうに変更されて、えー、あ先ほどもあ普通の金融政策を行っていくという旨を総裁話されました、えー。それについてなんですけれども、あのいわゆるまあ異次元の金融緩和というものは終わりというふうに位置づけられているのでしょうか。 その今回、マイナス金利政策、えー、と YCC、まあ、同時にあの役割を果たしたというふうにもあの声明にも書かれてますが、まあ、これまでえ果たした役割、意義付けなども含めて、教えていただけますでしょうか異、はいえー、次元の緩和ということで申し上げれば、あの一応、役割を果たしたというふうに考えております。 でどういう役割を果たしたかということについては、えー、っと、ま、あの、現在それについて、前々から申し上げてますように、レビューというものを実施中でございますので、えー、割と近い将来にその結果を、えー、っと、発表できることになるかと思います。ただ、し付け加えれますと、え異、ー、次元の緩和終了でありますけれども、えー 過去に買った国債が残高として大量にまだバランス糸に残って、同じことは ETF についても言えるということで、その過去の異次元の緩和の遺産のようなものは、当面、そういう意味では残り続けるということだと思います北海道新聞、高坂さんでしょうか。 北海道新聞高坂と言います物価目標がこのままいけば達成する見通しが立った、あのまだ100%ではない、まだ達成していないということは繰り返しおっしゃっていると思うのですが、えー、その意味で、例えば足元、個人消費が弱含んでいるといった気になるデータも出ておりますが、総裁として強いて今後のリスクシナリオを挙げるとすれば、 どのようなものがあるとお考えでしょうか、またその対処方法についてもお考えがあれば、お聞かせくださいはい、えっ、ー、と、見当にに対する下振れリスクとしては、一つはあの世界経済、まあ、ありとあらゆるリスクがあると思いますので、具体的には申し上げませんが、が下振れする世界の金融資本市場にマイナスのショックが起こるということはあると思います。で国内ではおっししゃいましたように、えーと 消費が、えー、思ったようには、えー、っと、回復してこないというのが下振れリスクとしてあるかと思います。上振れリスクとしては、あの、企業の賃金価格設定行動がだんだん前向き、えー、っと、インフレ期待の上昇を伴いつつ、えー、っと、上向きになってきているわけですが、これがどっかで、えー、っと、大きく、えー、上に、あの、触れてしまうという、 リスクは、今のところは、あの、大きなものではないと思っていますが。将来的には、えっと、頭の中においておかないといけないかなと思っております。えー、日本農業新聞、後藤さん、お願いします。日本農業新聞の後藤と申します。先ほど、あの、異次元、あの、金融緩和は終わりということ、あの。あの、総裁おっしゃいましたけれど、あの、まあ。 裏返しの話ですが今回から主たる金融政策の手段としてです、ね、短期金利の操作いわゆるその伝統的な金融政策の世界に戻ったとっいうことと理解できるんですが、まあ、端的に言うとです、ね、あの今回、日銀は金融政策の正常化に向かった扉を開けた。 一歩踏み出した、まあ、いずれか分かりませんけど、そういった認識でいらっしゃいますか。まあ、あの異次元緩和でさまざまな手段を使ってきましたけれども、えー、と現状の、えー、経済物価見通しを前提とし、えー、目標を取ってらっしゃわせた。 えー、照らし合わせてみると、そうしたあの異次元の手段は、えー、必要なくなって、えー、短期金利という手段を中心に、えーと、緩和的な環境を維持していくことが適当という判断に至ったということでございます、はいえー、テレビ朝日の高瀬さん、お願いします、えー、テレビ朝日高瀬です、よろしくお願いします。あの端的にあの質問するので、ちょっと複数あっても許してください。 まず一つ、あの今回、ですねあの、まああの、政策金利をですね、無担保高齢と呼ばないで0から0.1%ということなんですけれども、これは課せた、いわゆるゼロ金利政策という理解でいいんでしょうか、まずこれについて、端的にお答えいただきたい。特にそれはあのゼロ金利政策と呼ぼうとは考えておりません。あともう一点です、あの今の,あの先ほどの質問とちょっと重なるんですが、 えー、金融政策のよく正常化という言葉あのよく耳にするんですけれども、今回あの、黒田前総裁がやってきたような、ですねいろいろな政策、ほぼほぼなくなったんですが、これをもってこれ、正常化したと言えるんでしょうか、これも端的にお願いします、以上です、まあ、正常化という言葉にあに込める意味は人によって違うと思いますけれども、えー、今回、やめたようなさまざまな手段。 は、えー、やめたということに尽きるかなと思います。主たる政策手段を短期間に、えー、っと今回したということでございます。えっと正常化というではあの定義は特に今回は定めないという理解でよろしいでしょうか。何を正常化と呼ぶかはあのその人によって違うのかなと思って申し上げただけでございます。 えーと読売新聞の金島さんお願いしますお願いできますか。読売新聞の金島です。よろしくお願いします。えーと総裁先ほどのご説明で今回の春守党の賃金の強さを重視して政策変更に向けられたというお話をいただきましたけれども、今回のこの大きな決断に当たりまして賃金を見てもですね。 なお決断に当たり躊躇される点がなかったのか、あるいはあったとしたら、どういった点だったのかを教えくださいそれは、すべては確認することはできないわけで、賃金についても中小企業を含めて今後、どれくらい波及するだろうか。 それから需要サイドでも消費の弱さを含めて、賃金、物価の好循環を支えるべき経済総需要の強さがどれくらいのものであるか、こういうことはこれまでも点検してきましたし、今後も点検を続けないといけないと思いますが、そこも抽象的な言い方で恐縮ですが、ある程度の角度で見通せると思っての政策変更でございます。 そうしましたら共同通信の藤原さんお願いします。あ、共同通信の藤原です。一点お願いします。まあ今回のマイナス金利政策をまあ解除されてあの、長期金利操作も撤廃されましたが、この長年続けてきたこの異例の緩和策を終了したことについて、まあどのようなお気持ちで、まあ例えばほっとしたなどと、どのようなお気持ちで今回の決定を受け止めていらっしゃいますでしょうか。これはあの。 経済物価情勢の展開に対応して適切な政策調整を行ったというふうに考えております。はい、朝日新聞の原さんお願いします。朝日新聞の原です。よろしくお願いします。あの大きまあ、総裁大規模緩和はその役割を果たしたとおっしゃいましたけれども。 ここまで長くやる必要があったもともとこの大規模緩和は、黒田前総裁が2年,2年間でと公約して始めた政策です。あのまあ、内容は変わってますけれども、一元緩和ということで、もともと2年間でという限定で始まった政策が、結果的に11年間になったわけですけれども、その間、まあ、日本経済はぬるま湯につかり続けて、その分競争力を失ったようにも見えますし、 えーまあ、日銀が国債をこれだけ買いさせ続けたことで、政府は財政規律を失っているようにも見えます、えー。これだけの規模の金融緩和を11年間も続ける必然性はあったんでしょうか、はいえー、と一つはあの、やはり私どもの、えー、物価目標、2%の持続的・安定的達成という観点から申し上げますと、えー、それがあの、 見通し期間の終盤に実現していくという、えー、と可能性がある程度以上にようやく高まって今回の政策変更に至ったということでございます。その上であのこの長い期間続いた1、えー、元の緩和策全体をどういうふうに評価するかという点については、えー、と繰り返しになりますがあの現在、レビューを進行させておりますのでその、えー 中でお答えできる分は、お答えしたいと思っております。ウォールストリートジャーナルの、藤川さん、お願いします。ウォールストリートジャーナルの藤川です。えっと、先ほど、えっと、総裁異次元緩和の、あの、役割。 どういうふうに果たしたかというところについてはレビューでというふうにお話しされてたんですけれども総裁個人としてはどういうふうにお感じになってらっしゃるかというところを教えていただけますでしょうか私個人としての,あの意見をあの特にまとめているところではありませんのであのえー、っと レビューをまとめる作業の中に私個人の意見を反映させていければなと思っておりますはいすみませんあの、えー、幹事 NHK です、えー、会見の終了時間まで残り5分となりましてまだ質問ある方手を挙げていただけますか、えー、とい一社で三人目っていう方がもしいたら控えていただければと思いますけど はいじゃあその今手を挙げている方で、えー、お願いします。したらまずロイターの和田さんお願いします。ロイロイターの和田と申します。あの春闘のその連合の第一次集計を受けてあのエコノミストの方にあの最終集計どうなるかってあの推計を出してもらったときにまあベアで3%を超えてくるのではないかというふうに推計をされまして。 この強い結果というのは、日銀の,その経済物価見通し、特にあの先ほど総裁おっしゃられた、貴重的な物価上昇率を押し上げる要因になってくるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか、でその判断をされた場合に、まあ、予想以上に早くこう日銀の追加利上げが来るのではないかと考えますが、総裁のお考えをお聞かせください。とりあえず、お答えできることとしましては、あの来月、展望レポートを に伴いまして、新たに見通しを作成いたしますので。その中で、あの、えっ、ー、と、現在のご質問の点も考慮、えー、させていただくことになると思います。そうしましたら、えー、読売新聞の池田さん、お願いします。 あ総裁、えー、読売新聞の池田です。ありがとうございます。えっと、先ほどちょっと聞き間違いじゃなきゃいけないんですけども、あの、バランスシートの縮小をも視野にというようなお言葉もあったかと思うんですけれども、あの、この異次元な、あ異次元の金融緩和で、えー、積み上がったそのバランスシート、えー、ETF、先ほど遺産というふうにもおっしゃってましたけれども、こちらの処分、縮小について、えー、ご自身の任,任期内にですね、手をつけられるかどうか、今の見通しをお聞かせください。 えとどうすべきかはあの常に考えていると申し上げていいんだと思うんですけれども、じゃあ、具体的にいつからどういうふうに始まるかという点については、あの現在、確たることは申し上げられません NHK の篠田さん、お願いします。 NHK の篠田です。本日はどうぞありがとうございます。えっ、ー、と、一点だけ、えっ、ー、と、総裁先ほどあの、異次元の 緩和策について、異、ま、次、あ、元の手段は必要なくなったというお考えをおっしゃっておりましたけれども、まあ、日本経済はあの長らく本当にあの賃金と物価が変わらない世界が続いてきたわけで、今回の,その好循環の実現がようやく見通せたというフェーズになったと理解しています、であの総裁以前もあのデフレではなくインフレだとおっしゃっていた、嫌に記憶していますが、今はどういうご認識でいらっしゃるのか、まあ、今度こそもうデフレには戻らないのか、もうデフレは脱却したと見てらっしゃるのか、総裁ご自身のお考えを教えてください。 えーと賃金、物価の好循環が回り始めて、えー、2%の、えー、物価目標の持続的安定的達成が視野に入りつつあるという状況であるというふうに考えております、えー、そうしましたら、えーと、日経の大島さん、どうぞ。 日本経済新聞の大島です、えっと、今後、資産購入を、えっと、続国際購入を続けながらの利上げ局面に入ると思いますけれども、えっと、将来的なその国際購入量の、まあ、フローでいう減額とあと利上げ判断の、えっと、関係について教えていただければと思いますどちらが先に来てとか同時にとかいうのはあるのでしょうかあとそれぞれのどういう軸で判断されるのかというのを伺えればと思います。 ええと、これは、あの、先ほども申し上げましたけれども、主たる政策手段は、えー、短期金利ということになるわけで、経済物価情勢の変化に合わせて調整していくのは短期金利ということになるかと思います。で、あの、仮に次回短期金利を引き上げるタイミングが来る、どっかで来るとして、それと、あの、ひょっとしたらどっかで来るかもしれない、えー、バランスシートを、 の削減、あるいは、あの、買いで。額の削減ですね。国債の。これの。タイミング、どっちが先かということについては、あの。現在、特に、あの、確たることは、あの、考えておりません。ブルームバーグの藤岡さん、お願いします。ブルームバーグニュースの藤岡です。あの。当面、当面緩和的な、あの、かん。 金融がが継続すするとということですがあのこでの利上げが始まったことによってその海外でそのターミナルレートがどこなのかという話注目があの以前よりも高まると思います今の時点であの総裁そのターミナルレートについてというのもその、まあ、普通テキストブック的に言うとですね2%物価で他のいろいろなことが上がると2%まで上がってもおかしくないんじゃないかということをあの見る方もいらっしゃいますがどういうふうにターミナルレートについてお伺いになっているのかお願いします。 それはあの結局先ほどもちょっと出ました中立金利がどれくらいかというあの話と非常に重なるえっとご質問だと思います。でその時も申し上げましたように中立金利非常にあの役に立つ考え方を整理するのに役に立つ概念でありますが現実に何パーセントかと言われるとあの我々もの 何度もいろんな推計をしておりますが、えー、幅のある結果となっておりまして現在これくらいというふうにお示しできるものが残念ながらないという状況でございます引き続き努力はしたいと思います、はいえー、毎日新聞の竹内さんお願いします毎日新聞の竹内ですあこちらになります えっと1点だけお願いしますあの、まあ、大きな政策変更ということで、まあ、ソフトランディングさせていくということも重要かと思ってあの、まあ、市場との対話コミュニケーションというのもあの欠かせなかったかと思うんですけれどもあの今回の,です、ねまあその市場環境のまあ変動、まあ、大きく何かが乱高下するような状況ではないようなあの状況に見えるんですが今のところそのあの市場の受け止め 市場環境の変化ですね、こういったものは、ご自身、あるいはその日銀の情報発信のあり方については、どのように自己評価、あるいは自己分析されてますか。はい、あの短期的な市場動向については、コメントを差し控えさせていただきますが、あの私ども、今回の政策変更に先立って、えー、っと、仮に政策変更あるとしたら、 どういう考え方で行うのかということについては、えー、と、よく考えて様々な情報を発信をしてきたところでございます。それはある程度は役に立ったかなというふうに、えー、思っております東洋経済の黒崎さん、お願いします。東洋経済の黒崎と申します。今回、決定会合を前に、 さなかにも政策変更を決めるという報道がありましたが、これは例えば市場に織り込ませるというような総裁の意図するコミュニケーションでしょうか。えと今回あの、一連の報道が、まあ、いつもではありますけれども、えー、会合に先立って、えー、あったというふうに認識しておりますけれども。えー それはすべてあの私どもが今、直前のご質問に、えー、お答えした中で申し上げましたように、えー、発信した情報をも、えー、とに、報道された各社がそれぞれの見方を示されたものというふうに理解しております。はいえー、最後に土屋さんでしょうか、お願いします。はい ネットメディアののニュースソクラの土屋と申します総裁、えー、私の記憶ではです、ね、中央銀行がです、ね、利上げをするときに、これほど逆風のないその利上げというのも珍しいのではないかなと思うんですね。やはりその反対の中を仕し切ってインフレファイターの仕事をするのが中央銀行かなと思うんですけれども、まあ、あの長期金利も上がらずです、ね、大変お見事。あの この非伝統的なです、ね、金融政策を、えー、終了させるので、ね、素晴らしい手腕を発揮されていると思いますけれども、まあ、同時に、ね、0.1%の利上げというのは、まあ、利上げとも言えないぐらい小幅なもので、えー、なぜここまで慎重になられるのかなという気がしてです、ねまあ、あの17年ぶりだからと言われればそうかもしれませんけれども、えー、0.25や あるいは通常であればですね、金融政策というのは0.25ずつ動かすわけですけれども、えー、そのぐらいのことをしても、えー、全くおかしくない経済状況だったのではないかなと思うんですけれども、なぜ0.1を選ばれたのか、教えていただけますかまああの。マイナス金利も2016年以降続いていましたし、低金利も長い時代続いたという。 中での最初の利上げ方向の動きだったということは、えー、っと、先ほどもどこかでご質問があったと思いますが、えー、っと、意識しました。いずれにせよ、あの今後、えー、っと、経済物価見通しをきちんと作って、それに沿った適切な、えー、政策金利水準を、えー、設定していきたいと思っておりますはい。 えー、では、えー、皆様ご協力ありがとうございましたこれで、えー、会見終わります、えー、総裁ありがとうございましたご退出ください